里崎チャンネルギョッ。さあということですね、金曜日、火水木の3連戦プロ野球全試合総チェックというところですけども、今回も、2段式です、ロッテ対オリックスが2試合しかないっていうところと、あとあるか、広島対巨人も2試合、阪神対ヤクルトが5月20日の試合雨で中止というところで、また服とか模様変わりますけども、省エネで一気に撮るんじゃなくて、ちょっとずつ撮って後で編集でガチャーンとつなぎ合わせて一本の動画します。まあちょっとね、金曜日は試合前までということと、バタバタ忙しい。そして今日5月20日、プロ野球ニュースに行かなきゃいけない。で、11時から12時までの生放送、終わってから帰ってきてっていうところもあるんで、まあ試合はね、一気に全部見えるんで楽なんですけども、撮影もまたきついんですね。そこは、巧みな編集技術で、ガチャーンと編集いたしますので、皆さんそこら辺はご了承ください。あと、5月20日、里崎智也、バースデー！皆さん、ツイッター、SNS など、温かい、コメントありがとうございます。45歳もうおっさんです。しかし若々しくこれからも頑張っていきたいと思います。皆さんぜひ、ついてきてください。そして、まあ、里崎チャンネルもそうですけども、いろんなメディア含めていろんなところに登場しますけども、楽しんで、見てください。さあということで、今日も全試合全チーム総チェックスタートです。さあ、パリーグ、オリックス対ロッテ、18日6対5オリックス、そして19日4対6でロッテ、1勝1敗の引き分けっていうところでね、オリックスは宮城山本を立てたというところで、これね、2連勝して一気に A クラス入りを目論んだところで、19日山本で負けるっていうね、1勝1敗。まあね、この火曜日の宮城もちょっと調子悪かったですけど、全体的にね、宮城山本状態悪かったかなというふうに見てますけども、まあ、5月18日ね、6対5でオリックスの勝ち。オリックスね、先発宮城、5回、102球、6安打5三振、3四球、4失点と。やっぱ、これまで良かったね、生命線の、この逆対角線、右バッターへのアウトコース、そして左バッターへのインコースのストレートが、まあ、決まらず、苦戦します。で、その中で、まあ、スライダー取りに行ったりとかっていうところでね、カウントを整えられない、甘めに行っちゃう、逆球行くっていうところをね、マリーンズ打線に捕まります。2回表、安田ね、ストレートが決まらずフォアボール。そしてレアード、セカンドフライってなったところで、加藤翔平、1軍合流！ね、2軍であそこまで打って、高部が上がって、次加藤かっていうところでね、ようやく上がってきた中で、スライダーね、取りに行ったところ、レフト、ツーベース。そして山口がチェンジアップでセカンドフライになってからの、ツーアウト2、3塁、エチェバリア、カーブストライク、そしてスライダー、ね、これも狙い撃ちです。2打点。ガーツ、加藤部ガーツ。ね、狙い撃ちというところでね、まあ、ここら辺狙われたかなと。で、5回表、ね、荻野がフォークボールセンター前、そしてマーティン、うちのストレート狙ったのが、逆球で、止まんないか、ホームラーン、グーッと、おっと、これはどうなんだと。これ宮城負けるかやばいぞと。ってなったところでね、ロッテの先発打撃、ね、変化球が高く、全体的に甘い。その中で、ね、もやが2回、インコースをストレートね、ライトへホームラン、そして、3回裏、ワンアウトから、福田がね、センターツーベース、そして宗、フォークボールをね、ちょっと高めに浮いてきたところ、センターへ同点タイムリーツーベース。グーって、やっぱこの並びがいいね。で、4回裏、足立がね、ショート内野安打。で、T 岡田、フォーク、落ちきらず浮いたところで、ホームラン。で、8回裏ね、ワンアウト満塁から、紅林のセンター犠牲フライ。これ大きいね。しかも、その前のね、若月が9球に粘ってフォアボール。これもね、グーッと。若月。ね。で、しっかり満塁になって、ここできっちりセンターフライで1点取ったっていうのがね、結果的に1点差の、この犠牲フライ、紅林、非常に大きかった。で、もやはね、6回、ピッチャー鈴木に変わったところでね、スライダー、これがね、まあ、決勝点になるホームランだけども、もやの2発、グワーッと。ね、非常に素晴らしい攻撃をね、一気に畳みかけたかなと。宮城からね、点、いい形で取っただけにね、二木がね、ここでしっかり勝っていきたかったところ、まあ全体的にね、先ほども言いましたけども、変化球が高くてね、甘めに入ったところを、オリックスね、好調オリックス打線が仕留め切ったっていうところでしたね。で、9回表ね、村西、2アウト1、2塁でね、レアードのショートゴロ、栗林がね、ちょっと2番になって、エラーで荻野がね、帰ってきて1点差になるところだけも、まあ、T 岡田、取ってあげてほしい。あれは取ってあげてほしいよね。別にバットじゃないよ。でもね、取ってあげてほしい。あれはね、そんな難しい感じじゃない。確かにツーバウンド目がね、アンツーカー入ってっていうところもあるけども、あれは取ってあげてほしかったね。まあでも最後ね、よく、村橋も、村西もね、
踏ん張ったかなっていうところもありますし、まあ宮城がね、投げた試合で、まあ負けなくてオリックスはね、良かったかなと。ロッテはね、最後ね、このエラーもあって1点差まで追いついたけどね、まあ井上がセンターフライという形でね、まあこの試合は敗戦と。で、5月19日ね、4対6でロッテの勝ち。まあこの試合ね、山本先発、6回108球、8安打6三振、3つのフォアボールで6失点ね。ちょっとね、山本って言えばこのやり投げの感じね、練習してるように、こういうね、こっちから言うと、こういう縦回転がね、こう、いいと思うの。それがね、ちょっと横回転になってた。肩の開きが早くて。ね、それがちょっとね、気になったかな。で、肩の開きが早い、横回転になる、手と体が離れる、ちょっと抜け気味になる、シュート回転になるっていうところでね、こう狙ったところよりも若干甘めに入るっていう。で、しかも甘めに入ったらこれね、なんで、フロントドアとかもあるじゃんって言うんだけど、意図した変化っていうのは、最後の最後まで指先にかかってるから力強くビットまで行くんだよね。でも意図してない変化っていうのは最後までかかってないから緩く入っていくんだよね。これが狙ったシュートとナチュラルで自然にシュートしてしまったっていうところのね、大きな違いなんだよね。俺はその今回は山本のやつは、この指にかからないでシュート回転したんじゃないのかなっていう風に見てます。で、その結果ね、3回表、藤岡にね、ストレート、甘めのところをセンター前。で、佐藤がバンドして、荻野にね、外狙ったストレートが、シュート回転で真ん中高めに入ってきて、まあこれがね、ライトへタイムリー。で、4回表もね、レアードフォアボール。そして藤岡がもフォアボールで、2アウト1、3塁から佐藤、高め釣り玉、ライト前タイムリーね。で、あそこの高めを、まあ佐藤すごいよ。佐藤グーだよ、グー。でもあそこの高めを、完璧に打たれるってことは、ちょっと力、スピード力弱かったのかな、ガンとかじゃなくてね、ちょっと弱く入ったのかなっていうか、最後の最後まで、このね、山本らしい最後の最後までの指のかかりっていうのが、やっぱり薄かったのかなっていうようなね、感じるヒットでしたね。で、6回目でね、藤岡、またもフォーボール。で、佐藤が、バスターエンドラン。ね、足立ファンブレーラ、バーッと。で、その後ね、ワンアウト、2、3塁になって、マーティンの、ファーストゴロ、ティオガのホームへ、2点タイムリーエラー、ファー、バッと。ね、まああれフォアボールはね、セーフっぽかったタイミング的にね、正直。ちゃんと投げても1点は入ったかもわかんないけども、冒頭はバーッと。やっぱ山本が投げてる試合で、だからこの6回の失点っていうのは、非常に痛かったね。いい形で来る中でのこの失点ね。あれがなかったら、まあ終盤ね、まあどうなってたかわからない中で、6回の失点、2点、だから4対3でね、なってて、しかもこのね、5回に紅林のレフトタイムリーツーベース、そして福田のセカンドゴロの間に、こうね、地道に取ってきてね、1点差になってからの次の回のね、この2点っていうのは、ちょっと流れ的に悪かったね。で、結局ね、6対3で突き放されてっていうね。で、まあね、杉本がね、2回と8回に、ホームラン2発、グーッツ杉本グーッツラオーっていうね。なんと、杉本、10本、ホームラン中、8本がロッテ。まあ山本をね、こう、対策したっていうコメント出てたけども、山本対策するのはもちろんだけど、ラオウもね、杉本も対策した方がいいんじゃないのかっていう。10本中、ロッテ戦8本だもん。これはもう対策してない。っていうか、しててもうまくいってない。だから、まあ、うまくいくとこでうまくいかないとこあるけども、山本も対策してうまくいったんだったら、杉本も対策して打たれようにないにしないと、8割ホームラン打たれるってちょっと異常だから、そこら辺はね、ロッテ、バーッもっとミーティングしっかりっていうところもあるし、杉本はグーッとナイスホームラン。ね。で、まあ、岩下ね、先発。ストライクどんどん投げていって、ストレートもね。で、低めにフォークボールとして、腕の振りも良かったし、キレも良かった。グーッ。ね。しっかり腕振れて、甘めでもね、強い球投げていって、ストライク先行で勝負できて、フォークね、いい形で落ちるっていうところで、非常にね、素晴らしいピッチングだったのかなと。あとね、ヒーローインタビューでも立った佐藤でしたけどもね、田村は怪我して、柿沼がね、コロナのね、特例措置で、登録抹消して、チャンスが多い中でね、こういう風な活躍っていうのはね、本人にとったら素晴らしいことだし、まあね、いない間に全部ね、取っちゃったらいいんだよ。ね。ガチーンとね。で、それでもう帰ってきた時もね、ああ、もう出るとこないんでっていうぐらいのね、活躍を佐藤はね、今しなきゃいけないんでね。まあチームが勝つのも大事ですけど、本人としてはね、今回のようないい形でね、しっかりヒットを打ってね、打率も上げて、ね、そう、守備もしっかりやって、勝っていきたいね。その中でいい形がね、見せれたこの19日の試合でしたかね。まあ結果的にね、1勝1敗の引き分け。ね、でした。続いて、巨人広島の、2連戦。5月18日に7対2で巨人。そして19日2対10で広島。1勝1敗の引き分けっていう中でね、カープは、コロナで、陽性判定。チームで判断しての特例措置。もしくは濃厚接触者っていうところで、
菊池小太郎松山、西川翔水、大森石原、磯村抹消です。ね。それでまあ、林とか、野間とか、上がってきましたし、15日の試合ではね、坂倉がチームの判断で、出場を見送るっていうね、形でもキャッチャーどんどんいなくなった中で、18日ね、7対2で巨人、まあね、戸郷、6回97球4安打6三振、2四球2失点とね、ストライク先行で、早めに追い込んで自分のペースで投げれたっていうところがね、この勝ちに繋がったかなと。で、しかもその中でもスライダーの結構ね、制球よくフォークボールが低めに落とされてるっていうところもね、相手にこの絞られないで、しかも空振りを誘う、そして、ストレート一辺とならないでね、こう緩急を使うっていうところでは非常に巧みな投球できたんじゃないのかなっていうところで、5ピッチ。ね。で、広島はね、5回表、鈴木ね、2ベース。で、坂倉ライト前ヒットでね、クロン三振。でね、こう昇格してきた林が、レフトへタイムリーヒットね、グワッとナイスバッティング。こういうとこがね、チームはピンチだけど、こう上がってきた選手はチャンスだから、ここでね、しっかり活躍して、ものにしていけばね、一軍の居場所ができるんで、この頑張りね、素晴らしかった。このね、負けた試合でもね、この3打数2安打1打点とね、林非常にいい形でできたかなと。で、その後ね、ワンアウト1、3塁になって、ウグサね、ショートからの間に1安打。まあね、ヒットは打てないけど、こうやってね、地道に1点ね、取っていくっていうところもね、非常に大きかったかなと。で、6回表ね、2アウト満塁、黒、3ボール、2ストライクになって、おー、これどうなんやーっていうところで、戸郷のね、高めのストレート、空振り三振。いやー、あれ見逃せてればね、ボールだったね。あれ見逃せてれば、ひょっとした可能性もあるけども、あそこもね、まあそれは簡単じゃないんだよ。ね、俺もやってたからわかる。元プロ野球選手だから、こう見えてもね。でもわかるよ。でもあそこね、見逃せたらね、大きかったけどね、ちょっとキーポイントだったかもわかんないよね。この6回表のね、この広島の攻撃がね。で、巨人はね、7回裏、コルニエルからね、岡本が、ライトでツーランホームランで、スモークがね、ホームランと、まあこれで勝負あったかなっていうね、形で、まあ投げる人がいってね、打つ人が打つと、いい形でジャイアンツとしてはいい試合になったし、まあでもね、このビエラがね、2四球と、ちょっとこれ、きついね。でも出られる人がね、もう1軍に昇格してくるっていうところで、まあ、リリーフ陣がね、うまく固定できればね、ジャイアンツもちょっと後ろがね、安心感、出てくるのかな、という中で、19日ね、2対10、広島の打線爆発で、勝利っていうね、ところになりましたけども、これで、もう、広島に、ビッグゴーあげたいですね。もう、ね、坂倉がね、その急遽出場事態になって、急にね、8先発、中村はね、キャッチャーとして初出場。で、その中で、打撃でもね、6回表、ノーアウト満塁で、レフトに2点タイムリーツーベース、グワーッと。そっからの9得点、ね、ピッチャーに乗っから黒満塁ホームラン、グワーッと。まあ、前日はね、高めのチャンスでね、空振り三振してしまいましたけど、この満塁ホームラン、グワーッと。ね、で、このね、初期も6打数3安打1打点ね、5回先制タイムリーライト前、ガーッと。もうね、躍動しすぎた。一気に、ドーンと。でね、その中で、野間、3打数ノーヒット。頑張り時。ここはね、西川とかもいない。このチャンスをものにして一軍に定着できるようにね、ここ頑張り時。初期がね、こうなってきた時に、まだこう帰ってきたらね、まだ二軍帰らなきゃいけなくなっちゃうからね。こういうところでしっかりね、野間も活躍できるかどうか、チャンスのね、ものにできなければまだね、二軍に行くことになるんで、その中でのね、活躍、期待したいですね。で、まあね、選抜クリね、このね、結構中村翔成ね、引っ張ったかなと、初回終わった時に、普通はね、キャッチャーから、ピッチャーの方にね、ベンチで、話聞きに行くんだけども、クリがね、中村翔成座ってるところに、いろいろ話しに来てね、まあその後はね、中村がクリのところに行ったり、いろんなことをね、話したりとか、初回のウイラー時、多分2ボールから中村翔成は多分アウトコースのスライダー系サイン出したと思うんだよね。で、そこを自分で首振ってね、シュート、で、最後もシュート行ってね、打ち取ったり、そういったこうね、こう、線で、リードしていく。つながりを持った配球っていうのを多分クリは中村翔成に教えたと思うんだよね。やっぱり初めて出た時っていうのはやっぱりね、そのもう単発にしか見えないから、もう線じゃなく点でリードしていくから、そこをもうとにかく抑えれるように、ホームラン打たれないようにっていうところをね、重要視した、俺はわかんないよ。これ勝手に言ってるだけよ。スライダーのサインだったけども、クリが首振ってね、シュート行ったんじゃないのかなって。クリはね、このつながりっていうかね、横のつながりで線としてね、多分リードをしようとしてたと思うんだよね。で、そこら辺は多分ベンチに帰って行って、あの時はこうだったよ、こうしていくんだよっていうのを教育しながら、中村翔成がそれをね、首取ってやっていきながら、まあその後もね、クリも首振ったりしてましたけども、まあそういう風にしてね、この中村翔成も覚えてい
ていけばいいし、クリもね、そういったところをこう教えながらね、しかもこのね、勝ったっていう、しかもグッドピッチ、クリにリーダーシップとピッチングに、スパイラルグー。ね、本当に素晴らしい、姿勢、ピッチングだったかなと。しかもね、その守備でもね、初出場っていうね、守備でキャッチャーでっていうところでね、非常に大変なところもあったと思うけども、その中でね、ノーアウト満塁から、タイムリー打ったりとかしながらですね、5打数2安打2打点と非常に素晴らしい活躍だった。この中村翔成にもスパイラルグ。素晴らしいね、活躍だったかなと。まあ今日ね、1日挟んでまだっていうところもね、ありますし、チームがね、このちょっと、選手がね、離脱している中で、まあどこまで頑張れるかっていうところもね、この他の選手たちは勝負だしね、チームの層を厚くするためには、これはプラスに取れるかどうかっていうのもチーム力が問われるんで、そういったね、林選手だったりとかね、まあ中村翔成もそうだし、まあウグサとかね、他にもいろんな選手がね、野間上がってきてますけども、その選手たちのね、頑張りに期待しながらですね、また、金曜日からの試合ね、チェックしていきたいと思いますし、ジャイアンツもね、デラロサが後ろにはまればね、そこで形がしっかりできるところもあると思うんで、中継ぎもちょっとしっかりすればね、もうちょっとスムーズな試合展開っていうのもできると思うんでね、そういったところの、リレーっていうのを、チェックしながらまた見ていきたいと思います。結果、1勝1敗の、引き分け、でした。さあ続いて、阪神対ヤクルト、5月18日3対14でヤクルト、そして5月19日3対1で阪神、で5月20日の試合が雨天中止というところで、1勝1敗の5分というね形で終わりました。5月18日ねヤクルトサイスリード5回3分の1 77球5安打7三振、1つのフォアボールで3失点。もうねもうねストレート高いね、高いけどパワーピッチね、もうパワーピッチどんどんで、しかもね、なんか中途半端な高さいかないんだよね。結構いいところの高さいって、それを阪神打線がね、ちょっと仕留めきれなかったかなっていうところもあったり、あとね、ボール球振ったりっていうところでね、このサイスニードの、いい状況にね、持っていってしまったかなと。で、その中で低めのスライダー。ね。で、ここでも初回から全力でいくっていうね、形のこのパワーピッチングっていうところがね、この、見えたかなと。でね、またこれが良かったのはね、6回裏ね、この佐藤にセンター前タイムリー打たれて、2点目取られた時にもう即交代。これ決断。グー。これはね、非常に良かったんじゃないのかなと。最初に確か元々アメリカでは中継ぎだったんだよね。で、それを日本に来て先発っていうところでまだ長いイニング不安。で、しかもね、良かった時にバタバタってした時にもうここでスパッとね、変えた、ベンチの決断、非常に素晴らしかったんじゃないのかなと。で、阪神はね、もう6回表、ピッチャー交代で、バーッと。山崎ストレートのフォアボール、中村ストレートのフォアボール、で、山田の時に梅のパスボール、バーッと。まあでもこれはね、ちょっと気持ちわかる。もうイライラと、集中力が切れてる証拠。この、そらそうだよね。いきなりフォアボール連発されたら、その集中力切れるよね。で、その中でパスボール。でもね、バーッと。で、山田もフォアボール。で、村上、フォアボールの押し出し、4者連続フォアボール。で、内野安打で、まあ、2アウトまでこぎつけて満塁。で、サンタナがね、センター3打点。サンタナ、グッズ。ここでね、もう、とっと取っときたいところでね。まあ、こういうね、流れになったら正直ね、きつかったなっていうところもあるし、このサイスニードのね、パワーピッチに、阪神打線はね、ちょっとやられちゃったかなっていうところですよね。で、19日、3対1でね、阪神の勝ち。まあ、阪神はね、8先発、初登板、8勝利。西、グーッツ。西純也、グーッツ。ね。5回87球、無安打。ね。1三振、4つのフォアボール、無失点ね。初回ね、1、2番連続フォアボール。ちょっと緊張してたね。まあ本人もね、緊張しましたっていうところを言ってましたけど、ちょっと緊張感でね、制球を乱しましたけども、で、その後、山田セカンドフライ、で、村上センターフライ、で、オスナ三振と、しっかり粘り、グワッツ。ここでもしね、パンパンパーンっていかれてたら、ひょっとしたらまだね、ビッグゲームっていうところにね、ヤクルトに持っていかれてたかもわかんないけども、ここでしっかり抑えたのは、グワッツ。ね。しかもね、その要因として、まあ4つのフォアボールも出して、初登板で、若いってなってくると、やっぱ置きに行ったりとか、腕の振りが弱くなったりとか、正面向くのが早かったりしがちなんだよね。しかし、西はね、しっかり腕振って置きに行くことなく、どんどん強く投げ込んでいったことによって、多少甘くても相手打線をね、打ち取ることができたと思うし、まあそこにはね、梅野のいい形のリードっていうのもあったと思うんだよね。3回まではね、ちょっと変化球が不安定で、ストレートで押すっていう形をね、取って、で、3回はね、12球中11球がストレート。で、1球ツーシームだったんで、ほぼ全球ね、ストレートで攻めていきながら、4回からは変化球もね、制球が戻ってきて、変化球でもストライクを取れて修正。ここはね、西グッド。非常に、この修正力っていうのは、
非常に良かったなと思うし、これをね最初ストレートでいって途中で変化で、まあこれね5回で降板するんだけども、だから相手がねこう的を絞り切る前にしっかり5回投げ切ったっていうところは非常にね素晴らしかったと思うし、こう近本がね5回裏にホームラングワッツ、これでね勝ち投手の権利を渡して、勝たせてあげたっていう、このね近本のホームランも、素晴らしかったなと。でね7回裏山本センター前ね、代打小畑スリーバント失敗、バーッとこうきっちりやっていかなきゃ、で近本がねまたライトへ打って、で盗塁中村暴投バーッとそれてたね。まあショートがね一三塁でね入るのちょっと遅れたっていうのもあるけども、でもちゃんと投げてたら取れたと思うんだよね。あれが一塁側にねそれてたことによって暴投。でもしかしその後ね8回表中村ねレフトへタイムリーヒット打って、このエラーのね借りを返す、グッド。まあね負けはしたけども、こうやって1試合の中でそうやってミスしても返すっていうのをね、守備でミスしたら打撃でミスしたら守備でね貢献していくっていうのを1試合の中でやれるっていうことはガッとね、あの非常に、素晴らしかったかなと思います。でまあヤクルト田口もね非常にいいピッチングしたけども、まあそれいいピッチングしてもね勝てるとは限らないし、まあその中ではね次回に繋がる、非常にね田口も状態本当に良くなってきて、あの期待感が持てるねピッチングになってきてるんで、まあ次回の登板にね、期待したいと思います。その後ね、阪神も、ババ岩崎ソアレスとね、まあ岩崎がね1失点しましたけども、しっかり、勝ち切れたっていうところもね非常に安定したね中継ぎ陣がね控えてるっていうのも大きかったですね。西投手初登板初先発初勝利おめでとうガーッ。さあということで、試合がね全部終わりましたけども、でもあれからまあ雨天中止もね多くて、中日 DeNA 戦が1試合しか行われないっていうところでしたけど、さあ参りましょうね。続いて、はい、絵代わりしてますけどね気にしないでください。さあ、中日対 DeNA ね5月18日1試合のみね、あと19、20と、雨天中止になってしまいましたね。ということで18日5対1で中日の勝ち、結果3連戦1勝で中日の勝ち越しねいうところになりました。その中でね中日小笠原、まあインコースのねストレートをしっかり使いながら力もあってコントロールも良かったね。でそのためにチェンジアップが生きるっていうね、6回93球4安打4三振2四球でねいうところで非常に素晴らしいピッチングだったんじゃないですか小笠原。グッとね、あのインコースのストレートのねあの角度と制球がね非常に全てのね球を生かしたかなっていうね投球に見えましたね。でそして強打2試合連続3安打猛打賞、この辺もね4打数3安打3打点と、あとやっと打線がつながる、まあ13安打でね、5点なんでそれが多いか少ないかはちょっと分かりませんけども、まあね DeNA 先発大貫ねちょっとツーシームスプリットが高く浮いてそこをね仕留め切られるっていうね、ところになりましたけども、いきなりね初回から速攻ね、まあ、大島ワンアウトショートフライになったところで強打センター前で福田がねレフト前でビシエド三振になってツーアウト一三塁、今までだったらここで無得点、しかし高橋周平がねレフトでタイムリーヒット1点、これまず良かったね、再三よくね。で続いて2回もねワンアウトから医療が、レフト前ヒットで小笠原がねバンド失敗バーッ、ここら辺きっちりやっとかないと、バンド最近ピッチャー失敗結構目立つよね。で大島がツーアウト一塁からライトツーベースに三塁で、またここで普通だと終わってたの今まで、これからな。その中で強打が、ライト前タイムリーヒットで2点、グワーッ強打グワッね、これは大きかったね、流れを変えたね。でその中でまあ大沢からねテンポ作っていいピッチングして、でそろそろ中押し欲しいなっていうところで4回に小笠原が三振してワンアウトで大島ヒット強打ヒットで、セカンドフライで福田がアウト。こう、普通またここで終わってたのが、ビシエドがライトタイムリー行って。で、5回にも、阿部がセンター、ね、先頭ツーベースで打って、医療、ファーストフライ。ここ、進塁打最低でも、打たなきゃ。で、大沢のフォアボール。ここのフォアボールは DeNA いたよね。で、大島がレフト前ヒット打って、強打がね、きっちり犠牲フライ。だからね、ツーアウトになっても、ギリギリでね、得点積み重ねたけども、こういうことができればね、っていうところがあるんで、まあ、ようやくね、打線につながったかなと。あと、まあね、DeNA 打線をね、まあ、全体的に小笠原にね、やられちゃったかなっていうところでね、結果、一勝の中日の勝ち越しでした。短いですけどね、1試合しかないんでね、そりゃそうですし、仕方ない。さあ、続いて、楽天対日本ハム。5月18日3対2で楽天。そして19日3対2で楽天。そして20日4対1で日本ハム。
結果2勝1敗で楽天の勝ち越しになりましたね。まあ、18日ね、3対2で、もうこの日はね、浅村にビッグ、ね、4打数3打2打点1ホーマーと、ね、5回裏に勝ち越しタイムリーって、8回裏にダメ押しのホームラン、もう非常にね、勝負強い、いい形のね、ホームランだったんじゃないですかね。まあ、その中でもね、やっぱりね、久しぶりに岸がね、まあ、勝ち星つかなかったけども、試合をまとめてね、いいピッチングしたし、その後ね、孫、福山、松井とね、しっかり後続をね、打ち取って、まあ、0点に抑えたっていうところもね、非常にいい形のね、試合展開だったんじゃないでしょうかね。この5月18日ね、楽天対日本ハム戦はですね、18、19と、パナソニックの臨時コーチしてまして、ちょっとそこのコーチに行っててですね、詳しく見れなかったんで、ちょっとこんな薄い感じになってしまいますけど、すいません。やっぱりなかなか全試合終えるのは、遠征とか、練習手伝いにね、コーチ行ったりすると、ちょっと時間取れないので、ここちょっとね、しっかり見えなかったんで、こんななんかダイジェスト解説になりますけど、すいません。そういうのもね、今後ちょっとずつ入ってくると思いますけども、毎日ね、全部気合で見てますけども、なかなかね、帰りの新幹線とかで見てましたけども、ちょっと見切れなかったんでね、ちょっとダイジェスト版になっちゃいます。でね、19日、3対2。楽天の勝ちっていうところで、まあ、則本がね、6回96球、2安打9三振、2四球2失点と、まあ、投球フォームはね、戻ってきたね、この、いい時の投球フォームに、このね、左足でしっかり体重乗ってから投げる、しかもバランス良くて、腕もね、しっかり振れてて、ね、で、フォークも、いい高さに、すっごいいい高さに落ちてたね、グッド、グッピッチング。徐々に、もう本物の則本にね、帰ってきたんじゃないのかなっていうね、迫力あるピッチングにね、見えましたね。で、日本も加藤もね、しっかり、まず左押しに乗してから、軸を作ってから、踏み出していくっていうね、非常に、まあ、二段モーション気味で、バランスが取れたね、ピッチングフォームだったんじゃないのかなと。で、しかもね、緩急つけて、しかもどの球種もね、しっかりコントロールついてたっていうところでね、まあ、勝ちはならなかったですけど、グッピッチ。ね。で、3回裏、楽天ね、ツーアウトから鈴木たちレフト前。で、浅村がね、フォーク、高めに浮いたところを見逃すことなく、ライドのホームラン。グワーッと。2試合連発。ね。で、5回裏、ワンアウトから小深田がね、セカンドエラー、渡辺、バーッ、これ処理しなきゃ。ね。で、その後鈴木大地がスライダー、スリーツーからね、ラインドヒットの形になってレフト前で、ワンアウト一三塁になって、こう浅村がね、レフトにきっちり犠牲フライ。もうこの日も浅村で、ガッて。で、日本はね、6回までワンアウトから、代打杉谷がフォアボール。で、西川がチーム初ヒットのライト前ヒット。で、渡辺三振して、で、今度、セカンド浅村エラー、バーッ、まあね、打って返せるからいいよ。でもあれは普通に処理したかったね。で、ツーアウト満塁になって、ワンボールオン、ライト前、2点タイムリーね。これ追い上げていくかっていうとね、まあここでしっかり切られてね、3対2っていう形になってしまいましたけども、まあ日本はね、18日6アンダー、19日ね、2アンダー、この西川とワンボールオンの2本のみだから、さすがにそれじゃきつかったね。っていうところで、まあ今日もね、まあ則本がしっかり投げて、浅村が打つっていうね、ところで3対2で楽天の勝ち。でね、20日、昨日の試合4対1で日本ハムの勝ち。日本ハムね、勝ちつかなかったけども、先発ゲーダね、楽天からトレード移籍して、フルスにね、まだ勝ち星ないっていうところで、勝ち星上げたいところで、ね、6回85球、5安打5三振、2四球1失点と。で、2種類のね、高速スライダーとスライダー。この使い分けっていうのも非常に良かったし、序盤はストレート中心で攻めていく中での変化球。で、回をね、追うごとに、ちょっと変化球の割合増えていって、こう、いい形でね、このシュートチェンジできて、相手に的を絞らせないで、でしかもね、腕の振りも非常に良かったし、三振を取りに行くのね、フォーク、非常に良かったんじゃないのかなと。まあ、勝ちはつかなかったけど、この勝ちにつなげるね、先発としての役割、非常に素晴らしいピッチングだったんじゃないですかね。グッペッチ。でね、楽天の滝中もね、ちょっと序盤バタバタしましたけども、まあ、尻上がりにね、腕もしっかり振れて、力強くなって、非常にいいピッチング。ね、で、キャッチャーね、田中初先発。これね、オープン戦の時にも、このコンビで見たんだけども、この田中っていうキャッチャーのリードが、このインコースの使い方、非常にうまいなっていうかね、このインコースを多投することはないんだけども、このいいタイミングでインコースに決め球としてポーンっていくんだよね。外、外、外、ポーンとこのインコースに行くタイミングが素晴らしいし、滝中も昨日そのインコースのね、ストレートっていうのを勝負どころでミスコントロールすることなく、いい形で力強く投げてね、三振とか見逃し三振取ってましたけども、あのインコースの使い方ね、非常に素晴らしかった。グッ。まあしかもね、田中は、タイムリーね、宇宙間を抜ける。まあ、辰巳もね、よく走ったけども、タイムリー打ったりとか、その後もね、まあ、ホームでね、浅間、グスロ、ね、に、アウトにされましたけど、チャンスの場面で
打ってね、まあ、ホームでアウトっていう形になりましたけど、素晴らしいね、打つ方でも活躍で、盗塁ではね、あの磯畑をね刺して、攻守に当たって、まあ、負けたけどね、いいプレーを田中は見せたんじゃないのかなと。でも磯畑スタート遅い、結構遅かったよあのスタート。だからもうちょっとねスタートよく、あそこまでだって走らない方が良かったかなっていうねところありますけども、ちょっとスタートの、その後の西川とかねいいスタート切ってたんで、そこの違いでねアウトセーフがね、なっちゃったかなと。でまあでもね、7回裏ワンアウト一三塁ね、これビッグチャンスってね、いきなり岡島がツーベース打ってね、ビッグチャンスっていうところで初球引いてボール、あこれはまあまあセーフティースクイズあるよねって、2球目ほぼど真ん中キャッチフライバーッと、あれは決めなきゃ、手だけで言ってたよ、手だけであれ決めてたらヒーローになれたのに、硬かったね、多分大事に行き過ぎたね、そんなような形にね見えましたね。まあでもね、あの攻守にわたっていいところを見せたんで、まあ今後もね期待したいなっていうところと、あの日本はねワンボールの滝中のカーブ見逃して、次のカーブね狙ってたわけじゃないだろうけども、あそこをねしっかり止まってホームラン、グッと頼もしいね。まあ中田が今ね抹消されてる中で4番ワンボーロン、まあ昨年はね正直全く雰囲気なかったですけども、今年はね非常にタイミングがあって懐広くね待ててるっていうところで、期待感あるね打席遅れてんじゃないですかね。でそんでね8回表ね福山投入して、俺はブセニッツ松井かなっていうところもね、思いましたけども、ここでね福山と登板して、まあ福山はねあのまだ今年行ってもね取られてないっていうところで、しかもまさかの3連続フォアボールで押し出し、バーンと、どうした最後ね、ワンボールになって、まあ、ホームランも打たれてる状態っていう中でね、甘めに行ったら困るからコース狙わなきゃっていう、3ボール目のインコースストレートもね、いいところついてるけど、ちょっとボールね、で最後も外れて、押し出しフォアボール、で今季初失点、まあ、ここまでね、0点だった時に、まあ、こんな展開ね、誰も予想してなかったですけども、非常にね、もったいない。で、その後ね、初球、渡辺がね、ツーシーム系かな。あの直球破壊王子ちょっと曲がってもね打つぜっていうところでコンパクトにセンター前にグワッと、ね、まあ、これで勝負ありかなっていうね、ところの試合展開になりましたけども、でもねあの滝中池田とね両先発非常にね勝ち負けねってなってしまいましたけども、非常にいいピッチングだったなっていうところとね、田中の攻守にわたっての活躍、最後のあのセーフティーはね決めたかったな、まあねっていう形の試合展開でしたね。まあ結局楽天とね2勝1敗の勝ち越しでした。続いて、西武対ソフトバンク、18時2対8でソフトバンク、そして19時5対6でソフトバンク、そして20日7対2で西武と、2勝1敗でソフトバンクの勝ち越しっていうところになりましたけども、まあ、18日ね8対2でソフトバンク、西武ねダーモディプレイボールからあのストレート力感あって、もう飛ばしてんなっていうね形のピッチングね、初回10球すべてストレートね、川島、セカンドゴロ、これはねウーネンティグッドプレイ、ね、で中村、フォアボールで、バレンティキャッチャーフライ、柳田に初球のねストレートホームラン、栗原サードゴロと、10球全部ストレートでそれを打ち砕かれるっていうねところがちょっとねあのスタートかなりくじけましたけども、まあでもねダーモディね全体的に球が高かった、だから持ち味生かしきれないね、多分ダーモディは低めに投げてそっからのチェンジアップとかスライダーっていう方が生きると思うんだけども、ちょっとこう初回から飛ばそうっていう意識もあったのかな、それが逆に力感が力みにつながって球が高めに行くっていうちょっと悪い方に触れちゃったかなと。でね5回表も、ワンアウト1塁から松田にね高めのストレートレフトでツーベース打たれて、今宮にはね高めに入ってきたスライダーをレフトへタイムリーで、川島にも高めのストレートをライトへのね、タイムリーツーベースと、この高めをね、まあ、ことごとく仕留められたっていうところと、やっぱりダーモディっていうあの投球スタイルを、まあ、ここまでね見てると、やはり先ほども言ったように低めに投げていってそこから落とす曲げるっていう方がね本領っていうか持ち味発揮しやすいんでね、ちょっと高めに浮きすぎちゃったかなと。もうちょっとこの力感っていうねところがいい方に働かなかったですね。でソフトバンク武田9回128球5安打7三振、3フォアボール2失点完投ね、スライダーの制球はね非常に良かったかなと。これでストライク取れたことによって、まああのカーブフォークっていうのもね非常に使いやすかった、ストレートも生きたね、でしかもフォークの制球っていうのも低めに非常にピッチングできた、グッとこのスライダーねっていうのが非常にちょっと生命線になった、試合だったかなと。でもその中でね岡田9回裏ホームラン、グッとこういうね圧倒的な試合の中で最後ね打つっていうところもね、次に向けてつながりができるんで、あのホームランっていうのはね、まあ負けましたけども非常にいいホームランだったと思います。で19日ね6対5でソフトバンクね、ソフトバンク初回ランナープレイね、ワンアウト二塁からセカンドランナー源田、森がピッチャーゴロね、
こう2、3塁間に挟まってね、でちょっと今宮が捕球ミスして、で森がセカンドに来るところをセカンドアウトにした時にホーム誰もいないからガラ空きでホームイン、これ解説しましょうね。これの、まあ、決め事なんだよね。ランナーいた場合でも 2,3 塁間に挟んだ場合は誰がホームにいるか、これはもう誰がいるかを決めとかなきゃいけないんだよね。でファーストがセカンドベースへ行く場合はキャッチャーはもう動いちゃダメ、キャッチャーが動く場合はファーストが来る、もしくはピッチャーが参加しない場合だったらピッチャーがホームに来るっていう、どれかを決めとかなきゃいけないんだよね。それを全員が2、3塁間の参加してランダムプレーで、ファーストはバッターランナーいるんでそこをいたっていうところで考えると、やっぱそれはもう決め、どれか決め事だね。だからどれを取るかはもうチームの方針、それがね、まあなかなかねハマらなかったっていうところでね、まあそこはね要確認していかなきゃいけないなっていうところでも、源田グッと見逃さずねホームに行ったのは非常に素晴らしかったかなと。今度西武の守備ね、2回表2アウト1、3塁で、松田のサードゴロ、中村タイムリーエラー、バーッ、せっかく相手のミスで点取ったのに相手のミスで点あげちゃって、しかし4回裏中村同点ホームラン、グッと、これすぐ取り返す、これがいいね。まあ、ミスはね誰しもするけども、その後ね取り返せるかどうかっていうところでね、まあホームラン自分で取り返し、グッと。ソフトバンク5回表ね2アウト、周東セカンド内野安打で盗塁して、で栗原のセカンドゴロ、まあウーネンティンのね送球も確かに高かった、でも山川取れたていうか、あれ取ってやる、しかもあんなちょっと伸びなくてもよかったんちゃうかっていうね、これがねタイムリーエラーになってシュートがホームへバーッ、これもったいない、だからもう2つのエラーで2失点だからね。で2アウト2塁になってね、牽制でセーフリクエストね、あの場面です、タイミングはね完璧アウト、でもタッチできてるかどうかっていうところでタッチしてる映像がない、セーフ。だから今年はまあそれがどうか分かんないけど、確実にタッチしてないとか、確実にタッチしてるとか、確実にベース踏んでるとか、確実に踏んでないとかっていうね、こう確固たる映像がない場面が多いね。ここら辺はまあ今年はどうにもなんないけども、ちょっと来年以降ちょっと対策を練っていかないと、もやもや感残るね、どっちにしてもね、そういったところはねちょっと今年ね試合見てて感じる場面がね多いかなと。いや、その後柳田フォアボールね、2アウト1塁になって中村がね初球ストレート低め見逃さずね、右中間タイムリー、グッと、見逃したらボールちゃうかっていうぐらいね、でも初球しっかり叩いてっていうね、まあこのね柳田も申告敬遠になって、だからあのアウトがセーフっていうのが結局この失点につながってるからね、まあどっちか分かんないよ、映像がないからね。でもここはねソフトバンクとしてはこの中村のね初球のボール球のヒッティングっていうのは非常に、素晴らしいバッティングだったかなと。で西武ね、7回裏ピッチャー泉ね、森フォアボールで中村ライトフライで栗山フォアボールで山川三振で2アウト1、2塁セカンドシュートエラーバーで、アイトレフト2点タイムリー、アイトグ、だからお互いミスで失点を上げてるよね。でまあ結果ね最後6対5でソフトバンクは勝ったわけだけども、まあ、9回裏ね、マッチがレフトへツーベース。で、今宮がバント。で、代打長谷川ね、インコース厳しいところを、うまく、レフト、フライ打ったけど、もう超浅い。ところ、まあね、こう、ギャンブルスタートわかる。もうだってね、これやっぱ行くべきよ。ね、勝負かけて。で、ダイソー牧原がね、ヘッドスライディングで、セーフ、ね、レフト、若林、大きく、三塁がそれて、バーッと。あそこは、ちゃんと投げなきゃね、まず。力んだかな、焦ったかな、っていうところでね、ああいうその細かいとこはね、そのギャンブルで行ったソフトバンクにね、群馬上がったかなと。で、西武ね、今井、先発ね、もう力があったし、非常にいい投球、ね、グッピッチだったんじゃないのかなと。まあ、勝ち負けつくけども、本当昨年より、いい形にね、なってきてるんで、まあ、これを継続してね、暴れ馬的なね、ところはありますけども、まあ、期待値ができるね、頼もしいピッチングしてるんじゃないのかなと、思います。で、5月20日ね、7対2で西武の勝ちっていうね、いうところでしたけども、まあ、西武はね、ウーネンティ、そしてね、栗山のホームランっていうところでね、まあ大きな一発だったかなと。ウーネンティはね、2回裏、石川のね、フォークボールを、右中間へ、ホームラン。そしてね、5回表に西武にね、1点取られましたけども、その後ね、しっかりまた、源田のね、犠牲フライで勝ち越して、取られてもすぐ取り返すっていうのはね、いい流れだったかなと。でもね、5回表ね、ソフトバンク、バレンティがね、ツーベース打って、この松田のね、サードゴロの間に、バレンティよくね、3塁行ったよね。グッ
あの走塁はね非常に良かったんじゃないのかなと。でその後ね今宮のライト前で1点取れたんで、あれサードまで行ってないとねひょっとしたら1点取れてなかったかもわかんないんで、あのバレンティンのね走塁は非常に良かったんじゃないのかなと。で2対1になってねもう1点欲しいところで栗山がね、石川のカーブホームラン、これもいい形でねなったけども、まあ7回にねまたバレンティンがツーベース打って、マッチが、右中間タイムリースリーベースね、あのスライディングすごいね、飛んでたね。でも危ないから危ないよあのスライディングはね。これキーポイントはね、この20日の西武対ソフトバンクのねキーポイントはこの7回表だね。すべてはねこのノーアウト三塁の場面で、まあ森脇がね踏ん張ったけども今宮三振、そして周東に代わって代打長谷川が、まあ昨日とね15日同じようなインコースのね難しいところをね、まあサードゴロね、打球はいい当たりだったけどね。でその後、上林に代わって代打明石がねショートフライといったところで、ここをね同点に追いつけてたらひょっとしたらソフトバンクが逆転してたかもしれない。その後ねでも森脇がねまあ1点取られたけども、ここノーアウト三塁で踏ん張ったことがね結局その次の回ね裏のイニングの得点につながったんで、森脇グッと、まあ、ナイスピッチ。マッチの走塁も気合入ってたけどね、だからここの攻防なんかお互いのみたいな、西武は3連敗できないぜみたいな、ソフトバンクは3連勝して首位やっていうねところのこのバチバチ感が7回のね表のこの攻防にありましたね。でもう7回裏はねスパンジェーバーグヒット打ってバンドして、でこのね源田のセンター前ね、でスパンジェーバーグがサードストップ柳田バーッと、あれは高すぎるって。でね源田がねもう迷わずセカンド行って、でその後のね森のレフト前で2点、あのレフト前の三遊間のところで源田のスタートグッドナイス、あれでホームはね非常にいい形、あれはもしねツーアウトだったらわかるけど、あのワンアウトであそこの打球をホームまで帰ってこれるってすごい素晴らしいね。でその前のねあの柳田のやつにしても、あそこ多くのねちょっとあの野球やってるもしね子供たちが見てたら、もしくは指導者の皆さんが見てたらですね、あれは真似してほしいんですけども、あの場面ねなった場合ファーストは中継に入るからファーストベース誰もいなくなるんだよね。だから大きく大リードを取れる中でギリギリまで大リード取る具合でいっといて、高騰したらそのまま行くっていうことで大リードのアドバンテージがあってセカンドに到達しやすいから、ああいう時はファーストまで一目散で走って、万が一ホームに何か投げる可能性があったらすぐ行くよぐらいのファーストの大リードを大きめに取るぐらい行ってほしいよね。あの源田みたいにファーストは誰もいないんで、どんだけオーバーランしても投げてきてアウトになることないんで、あれはね真似してほしいね。しかもあの中継の時も三塁側の上からのちょっと広めのテレビの角度で映ってる画面もあったから、もしもう一回見返せる人いたら、あの源田の走塁とかあの野手陣の守備位置見て、こうなったらこうなるんだよっていうのをね指導したり覚えといたりね実践していくと、相手の隙を狙ってね一つ類を狙えるっていうところになるんで、あの走塁っていうのはねちょっとね真似してもらいたい、ところでしたね。でそれでねセカンド行って、で森のレフト前あの源田の走塁っていうね、非常に素晴らしい形になって2点取って、まあそこからねポンポンポーンとね、でまあ金子も打ったりして、まあこれでね勝負ありかなっていうね試合展開。しかもねここの7回裏の4点取ることによって、まあ平ギャレットっていうところをね使わず済んだっていうところもね、この週末に向けての試合ではね、西武は非常に大きな意味を持つ7回表裏のね攻防だったかなと。非常にまあ見応えあるね、面白い試合になりましたかね。でまあ18日19日ね20日で、ね、2勝1敗ソフトバンクの勝ち越しでした。さあということで今日からの試合ね、まあ、ソフトバンクとオリックスはないけども、ヤクルト DeNA、 そして中日巨人、広島阪神、西武日本ハム、ロッテ楽天というところがね、ありますけども、まあロッテ楽天はねロッテがうまく勝ち越せば首位にね行けるっていうところで、まあこの試合ね面白くなるんじゃないですかね。まああとはね天気が心配っていうところありますけど、あとね広島がちょっとコロナね陽性者がまた出て計10人になってね、鈴木誠也、長野らね、初期絶好調のね大森選手などまた新たにね出て、ちょっとこれは日本ハムと同様に今日どうなんですかね、試合あるかどうか分かりませんけども、まあちょっとまあ偽陽性っていうのも考えられるし、これでまずねタイガースの選手に感染ってなるのも怖いんで、ちょっとやめた方がね、個人的にはあのこの3連戦ちょっとやめた方がいいんじゃないのかなって思いますけども、まあどうなってね行くのか、まあ注視する必要性がありますけども、まあね、まあ症状がないっていうところでね、そこは一安心のところはありますけども、ちょっとねまあ他の11球団もまた
新たにね対策をしっかり立てながら進んでいかなきゃいけないんじゃないのかなっていうね、まあプロ野球界も今年ね、まあこういうふうにね、なってしまう、これはもう仕方ないことですけども、よりねまあ僕もそうですけども気を引き締めてやっていかなきゃいけないなっていうところもありますし、ちょっとこれは中止にねした方が個人的にねいいんじゃないのかなと思います。あとですね、ちょっとねこの日刊スポーツ、まあねここら辺にまあちらっと出てますけども、すいません、あの僕関係ないんでコメント欄出すのやめてください。青少年少女の皆さんも、見てますんでね、コメント欄で変な格好の僕に当てるのやめてください。あの言う人違いますね、もうどうしようもないです、もうかわいきれないです、何があってもねもうちょっと無理です、僕はだから動画も撮りません、この数分間で終わりです、まあ、僕は謝ることじゃないんですけどね、もうちょっとどうにもできないですさすがにっていうのもあります。さあということでですね、また、今日からの3連戦しっかりね確認しながら、ちょっとね雨が多いんで、このね雨の中で試合もしくはね雨天中止っていうところもあってね、ちょっと流れが変わる、そして来週から交流戦っていうところでね、まあとりあえずねドイツリーグの試合はね今週でまずひとまずね昇級し、いい形でね交流戦入っていくように、まあ12球団がねどういう戦い方するのか、週末ね皆さん要チェック。